連配が途切れた。s p 5 0 0指数は金曜日、過労死手で,ではあるが上昇を。4日続落を止めた。s p 5 0 0指数は21日同意金銭を下回ったところにいます。50日同意金銭と200日同意金銭からはまだまだ離れています。これで s p 5 0 0指数は年初の4取引日に値を下げました。1950年以来、s p 5 0 0指数が年初の4取引日に値を下げたのは28回。平均すると同指数は年間で1.6%上昇し、プラス圏で1年を終えている。しかし、この数字は典型的なパフォーマンスである。 平均9.3%を大きく下回っているんです。ナスダックは小幅に上昇し、5日続落に終止符を打った。こちらも21日同益金銭をわずかに下回ったままです。今週1週間の下落で、主要株価指数は9週間続いた連勝が終わった。この1週間のパフォーマンスを見ると、特にマイナスが大きかったのがナスダック。マイナス3.3%。ダウが底堅く、マイナス0.6%となっています。1963年以来、少なくとも9週間続いた連勝の後では、最悪のパフォーマンスとなった。特にマイナス 3. 3 マグニフィセントセブンにとっては厳しい1週間だったアップルはこの1週間で5.9%も下落しアマゾンとテスラはそれぞれ4%以上の下落で遅れを取ったなぜ今週はこれほど下落したのか最も考えられる理由は今週は投資家がポートフォリオを見直し去年成長株から得た巨額の利益を確定した可能性が高いんですその結果ハイテク株が下落しディフェンシブ銘柄が買われたんです2024年に入ってからのセクター別のパフォーマンスを見ると特に買われているのがヘルスケアや公益セクション そして大きくやられているのがハイテクやコミュニケーション。このローテーションがいつまで続くかが来週の焦点となりそうです。来週の金曜日にはメガバンクの市販機決算発表が始まり、決算シーズンが本格化します。金曜日、バンクオブアメリカ、JP モルガン、ウェルスファーゴ、デルタ航空、ブラックロックに、ユナイテッドヘルス。このあたりが注目です。さらに木曜日には消費者物価指数があり、金曜日には生産者物価指数が発表されます。株式のバリエーションを決定する2大要因である金利と業績。来週はこの2つが大 大きく動く材料がたくさんあるんです。 さて昨夜は雇用統計の発表がありました。雇用は底がい。12月の米国の雇用者数は21万6000人増と過去3ヶ月で最も増加。エコノミスト予想も上回りました。12月の雇用者数は3つのカテゴリーで増加した。教育と健康、レジャーとホスピタリティ、そして政府機関。失業率は予想3.8%に対し3.7%とかなり低いです。アメリカの雇用市場はまだまだ底がいことがわかります。黒人の失業率は0.6ポイント低下し5.2%となったが、 人の失業率は3.5%に上昇した一方賃金上昇は予想を上回り平均時期は2ヶ月連続で0.4%上昇前年同月比では4.1%増となったしかし失業した人が仕事を見つけるのには時間がかかっておりフルタイムの従業員数は2020年4月以降で最も減少したそうですウィリアム・ダットリー前ニューヨーク連銀総裁は最初の利下げは3月よりも5月になる可能性が高いと述べたチャールズ・シュワープのキャシー・ジョーンズ氏は雇用市場は底堅いが徐々に冷えつ あるというのが全般的な姿だただ平均時給の伸びを受け FRB が市場の折り込みよりも長く政策金利を据え置く可能性はあると述べています。 一方で今回の雇用統計にはインフレ懸念を和らげるような弱い兆候も見られた。バロンズのアナリストはここ数ヶ月の雇用増加を減少させた改定値を指摘した。具体的には10月と11月の雇用者数は約7万1000人今回下方修正されたんです。12月の雇用者数調査の回答率が低かったことから今回発表された12月のデータも今後修正される可能性はあります。昨夜の雇用統計を受けアメリカ10年差あり回りは上昇4%を超えて終わっています。CME フェロウォッチによると現在 現在市場参加者は3月の利上げ確率63%と見ています。 アップルは2019年以降で最も低迷した年明けとなっている。同社は2022年7月以来、上場企業の中で最も価値のある企業であり続けてきた。しかし、ここに来てマイクロソフトの時価総額は2兆7300億ドルで、アップルにあと900億ドルと迫っている。最近アナリストが中国の弱いマクロ環境が iPhone の需要を圧迫していると指摘し、今週は2度の格下げに見舞われたことで、今年に入り株価は急落している。ディープウォーターアセットマネジメントのジーン・マンスター氏は、私は長い間、 報告を取材してててきたたが決算報告前に2回も格下げされたのは初めてだと述べています今日もアップル株は下落し、これで4日続落となっています。年初来の下落率は5.9%に達し、株価はついに200日同位金銭まで下がってきました。さらに今朝は iPhone のサプライヤーである Foxcon が2023年最終四半期の決算発表を行い、売上高の減少を報告したんです。2024年第一四半期の売上高ガイダンス、これも前年同期で減少する見込みだと述べたんです。iPhone の勢いがなくなっ やってきているのか 証券会社のジェフリーズは人工知能の古代宣伝は行き過ぎだとし、パランティアを格下げした。目標株価を13ドルに引き下げています。パランティアの株価は昨年167%上昇し、最も好調な大手ソフトウェアメーカーの一つだった。現在最大の問題の一つは最大顧客の一つである、米軍とのデータの所有権をめぐる争い。ジェフリーズはパランティアには長期的にはまだ AI の優位性があるとしながらも、AI 株への高揚感の中でその評価は持続不可能になっていると述べています。 株価は下落中200日同位金に迫っていますレディットシーンストライプが2024年に復活する IPO 市場をリードする可能性米国の新規株式公開市場は2024年に回復する見通しだそこで今投資家が待ち望んでいる話題の IPO シーン。このファーストファッションプラットフォームの人気は急上昇していますけれども、実は投資コミュニティでも同じように熱狂的な支持を得ることができているんです。現在シンガポールを拠点とするシーンは2023年の資金調達ラウンドで約660億ドルの評価を得ています。今年ついに IP o すると見られています。 レディット。掲示板で知られるソーシャルメディア企業。レディットは数年前に問題の多い以前のコミュニティを一掃したと述べています。その結果、このプラットフォームは広告主にとって、そしてウォール街にとっても魅力的なものになっています。2021年の資金調達ラウンドの後、同社の評価額は100億ドルに達した。 ついに来るか、ストライプ。長年の IPO 候補であるストライプ。2021年3月時点の評価額は950億ドルだったが、2023年3月の資金調達ラウンド後には500億ドルまで評価が下落しています。 プラッド。金融テクノロジー企業のプラッドは昨年、エクスピディアのベテランを最高財務責任者に採用した。数年前にはビザに買収されそうになったが、司法省からの独占禁止法上の反発を受け、叶なわなかった。その年の後半、プラッドの評価額は130億ドル以上になっています。 サービスタイタンサービスタイタンは株式公開の可能性があるソフトウェア企業の一つ同社は住宅の補修工事などを行う業者が自社の事業を管理するための SARS ツールを提供しています住宅や商業施設向けの補修サービスは派手さはないが需要度は非常に高い同社の最終評価額は95億ドル ファナティックス。スポーツライセンスのアパレル商品、グッズの製造や流通、オンライン EC サイトの運営を手掛ける、300以上のオンラインおよびオフラインストアを運営しており、スポーツ用品の世界的な売上シェアは約10%を獲得している。以上、シーン、レディット、ストライプ、フラッド、サービスタイタン、ファナリックス。もちろんこれ以外でも注目の IPO 銘柄たくさんありますけれども、特に今アメリカの投資家が注目している6銘柄。 さて、それ以外で今週のニュースで株価が大きく動いた主要企業をいくつかご紹介します。まずはテスラ EV 販売世界一から陥落中国の BYD が市販機ベースで電気自動車の販売台数でテスラを抜いたんです。BYD は2023年第4市販機に52万6千台以上の電気自動車を販売これに対しテスラは約48万5千台の販売台数となったさらに昨日テスラはオートパイロットシステムの修正のため中国で160万台をリコールしたテスラ株は水曜日に4% 急落したゼロックスは経営再建のために人員削減を行っているプリンターメーカーのゼロックスは水曜日従業員を15%削減すると発表同日同社の株価は12%急落した ウォールグリーンズは買い物客が買い控える中、配当を減らした。大手薬局のウォールグリーンズは木曜日、配当を48%カット、1株25セントにすると発表した。同社は気前のいい配当で知られ、90年以上配当金を支払っている。同社はコロナ関連の製品の需要減による売上減や、賃金上昇によるコスト増などに直面している。ウォールグリーンズの株価は木曜日5%以上急落した。 ペロトンは TikTok との新たな提携を発表。ペロトンは TikTok でワークアウトコンテンツのハブを作成する独占的な取り決めを発表した。提携の一環として TikTok のユーザーはペロトンのライブクラス。他のクラスのクリップ、有名人とのコラボレーション。インストラクターによるオリジナルシリーズをストリーミングできるようになる。ペロトンは自社のチャンネル以外でパートナーのためにカスタムソーシャルコンテンツを制作するのはこれが初めて。同社の株価は木曜日に14%急騰し、金曜日も9.6%上昇した。 コンステレーションブランズ最新四半期に株価上昇ビールの売り上げが絶好調メキシコからの輸入品であるモデロは過去30年間着実に成長してきた昨年このブランドはバドライトを抜いてアメリカで一番売れているビールとなったモデロエスペシャルビールの売り上げは四半期に12%増加したコンステレーションブランズの株価は金曜日に2%以上の上昇を見せた <music>